こんにちは、CRS 大阪まっちゃんです。今回は、はい、2インチ以上下げてる方におすすめのパーツを紹介していこうと思います。はい、だから今日はこのバーです。結構大きいものですね。フレンズさんのやつなんですけど、はい、リアのアクスルパワーブレスっていう部品なんですけど、おこれをここブロックの下、ブロックのこの下のブラケットにこう取り付けるんですよ。おお、そういうことですね。そうです。なんかこれつけると強化されるんですか。何なんですかねこれ。すごい強化される感じ見えるじゃないですか、つけると。そうそう、この乗り心地は、はい、正直やっぱもっと何もないところに突っ張り入れるんで、はい、ちょっと硬くはなるんですよ、はい、どうしても左右引っ張られてつられるんで、あどうしてもちょっと硬くはなるんですけど、まあ、ハイエースよく乗っとって、はい、毎日乗ってて高速よく乗る人とかやったら多分分かると思うんですけど、うん、車線変更とか、まあ、曲がる時とかにちょっと後ろ遅い感じ、ちょっと遅れてくるような感じってすごいあると思うんですよ。そうですよね、はい、ただこれつけるとなんかスッとくるって、後ろがちゃんとついてきてるみたいな。あ、そうなんですね。っていう風に全然乗り味変わるんですよ、はい、やっぱもちろんね、そのコーナー時の安定感も全然変わりますし、はい、そこは僕もこのデモカーやったりとか、うん、まあ、他のだいたい2インチとか 2.5 インチ3インチぐらいの車につけてもいろいろ乗ったりとか、まあ、道悪いところ、コーナー多いところとか、まあ、高速ちょっと走ったりとかいろいろしたんですけど、うん、あるとないじゃ全然安定感違います。やっぱ結構変わります。全然変わります。あ、そうなんですね。めっちゃいいですね、これは。へえ、はい、で、じゃあこれちょっとデモカーのやつはつけれないやつなんですけど、はい、現場さんのこのダウンアシストブラケットにこれ用のやつってなってくると、ここにネジ切ってあるんで、はい、そこに一緒に止めるっていう感じです。あ、はい、っていうので取り付けはできるんで、簡単に取り付けできますね。簡単に取り付けができます、うん、ただ、ね、このデモカーみたいにこうやって両側出しのマフラーとか付いてるような車やったら、はい、ひょっとしたらこのマフラーとこのバー干渉する可能性はあります。あ、まあ、ノーマルのマフラーやったらノーマルやったらもう全然問題ない。問題ない、はい、で2インチ以上、はい、2インチ以上じゃないとこのデフに当たるんですよ。次デフに当たって取り付けができないんで、はい、2インチ以上下げてるっていうのがもう条件です、取り付けの。まあ、2インチ以上が条件なんで、はい、まあ、2インチ 2.5 3 3.5 4の人の車は取り付けできるんで、ただやっぱ、ね、4インチとか下げてる低い車の人やともう下につくんでちょっと地上高低くはなってしまうんですけど、多分4インチとかつけてる、4インチとか下げてる人らの方がよりいいとは思うんです。ちょっと効果が出るっていう。そうですね、全然違いは分かってもらえると思いますし、はい、はい、結構全然これだけで違うわってやっぱ言われてるんで今でも、うん、それはねいいかなと思うんですけど。そうですね、現場さんのカタログとかにも載っとったんですけど、箱ってこう多いからまあ、揺れるじゃないですか、はい、けどここに棒を挟むことでこの箱ってそんなに揺れんくなるじゃないですか。まあそうですよね。けどその、うん、それと同じっていうふうには現場さんのカタログとかに書いてあったんで、あ、なるほど、そういうことやなっていうのはよくわかるし、うん、それはこれつけただけでこんだけ変わるなっていうのは思うんで。そうですよね、はい、だからね、これ結構いいかなと。全然、まあ、高速とか山道走る人はかなりいいんちゃうかなと思いますけど、うん、はい、これ値段っていくらするんですか。値段こちらです。あ、 下バージョン、はい、下バージョン。まあ、まあね、このローダウンして、はい、まあ、これも言うたらね、その乗り心地とか、まあ、例えばこういう乗り方にしたいっていう希望があればね。そうです、まあまあつけるつけないとか、うん、まあ、もうどうしても硬くするの嫌やっていう人とかやとちょっと他考えなあかんかもしれないですけど、うん、そんなちょっとは硬くなるけど、そんなめちゃめちゃ乗り心地悪くなるっていうほどまでは硬くならないんで、そこはもう安心して、安定感はかなりその借りてるんで、ちょっと硬くなるっていうのを我慢して
安定感っていうのでつけてもらった方がいいかなと思います。そうですね、はい、今度はまた、ね、はい、気になる方お問い合わせいただけたらお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。